グスタフ・フィリップ・クロイツ伯爵は、スウェーデンの政治家、外交官、詩人。クロイツは、フィンランドのアニアーラで、カール・クロイツの子として生まれた。トゥルク帝国アカデミーで学んだ後、1751年に、スウェーデンのスーミツイ院に入った。そこでクロイツは、グスタフ・フレドリク・ギレンボリと出会う。二人は、ヘドウィク・シャルロッタ・ノーデン・フリクトと組み、共同で作品を出版した。 同世代の間では彼らは等しく、名声を得ているが、後世の人々の間では、クロイツの才能が、より評価されている。彼の代表作として、1762年の末期に、収載されている、伝言誌、アティス・オカミラがある。また、優れた短編の伝言誌、ダフネも、同時期に出版され、ギレンボリは友人であるクロイツを褒めたたえた、最初の人物となった。 1763年に詩人としてのキャリアを閉じ、スペインの大使となり、1766年にはパリに派遣されて1783年までフランスの大使となった。1778年には本国の移行を受けて、フランスの植民地を買収しようと働きかけている。その時の要求は、とばごとだった。しかしこの時はフランスは譲歩せず、 1784年になって、ようやくスウェーデンはフランスからサンバルテルミー島を譲渡されることとなった。クロイツの外交官としての栄誉は、1783年のアメリカ・スウェーデン友好通商条約の締結であった。彼はスウェーデン王グスタフ・サンセイの命を受けて、アメリカ合衆国の大使ベンジャミン・フランクリンと条約締結の署名を行った。 この条約締結によって、グスタフ3世から称賛され、白尺となった。1784年、クロイツはスウェーデン王立科学アカデミーの会員となったが、その翌年にストックホルムで死去した。アティス・オカミラは、長い間最も評価されたスウェーデン語の詩であった。この詩は、現在ではいささか衰退している、牧歌的精神で書かれているが、 同時代の他の多くの作品と比べ、新鮮なものであった。クロイツはスウェーデン語に以前はなかった、戦立的音調や、優美さを導入し、スウェーデン語の形成に寄与した最後の人物として位置、続けられている。ありがとうございます。